江別市は北海道中部にある石狩振興局の市。石狩振興局では札幌市に次ぐ第2位の人口規模の都市であり、札幌市中心部までは車で約40分、札幌駅からのっぽ駅まで約20分と交通アクセスが良く、札幌のベッドタウンとして人口が増加した。また、 新千歳空港まで車や鉄道で約1時間の距離に位置しており、市内の東西2カ所に高速道路のインターチェンジがあるなど北海道内各地へもアクセスしやすい環境にある。1891年にレンガの製造が始まっており、養業の歴史がある。現在でもレンガの一大産地になっており、エベツのレンガとして、 北海道遺産、江別市のレンガ建造物、江別市のレンガの関連遺産として、近代化産業遺産に認定されているほか、市内にはレンガを使用した施設が現存している。また、職に関する試験研究機関や大学が集積しており、札幌市などとともに、総合特別区域法に基づく特区、北海道フードコンプレックス、国際戦略総合特区に指定されている。 アイヌ語からの転火に由来するが諸説ある。江別市中心部周辺の空中写真。2018年7月24日撮影の120枚を合成作成。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに作成。石狩平野のほぼ中央に位置しており、東西 17.2km、南北 18.1km ある。 地域全体は平坦な地形になっており、標高は西のっぽろの93.0メートルが最高地点であり、豊か幌の2.5メートルが最低地点である。河川は北東部から石狩川が流入し、夕張川、千歳川、下津川、豊平川などの支流を合わせて石狩湾へ流れている。地層は石狩川流域の沖奇跡度。 のっぽろ丘陵の火山街道、低地帯に広がる、冷炭土などに分かれている。また、火星岩による、残石土と崩壊土が、市街地に散在している。江別市、札幌市、北広島市にかけての面積2053ヘクタールに、ある、同立自然公園のっぽろ森林公園は、大都市近郊でのまとまった面積の森林が残されて、おり、 森林浴の森百選に選定されている。また、林野町による森の巨人たち百選に指定された推定樹齢約500年の栗の木々がある。河川湖省江別市は、北海道内では比較的温暖な地域であり、平均的に夏はやや暑く冬はやや寒い純大陸性気候になっており、冬は氷点下20度を下回ることも珍しくなく、 ダイヤモンドダストが観測されることもある。太平洋から日本海に連なる地溝にあるため風の通り道になっており、特に4月から5月にかけて南南東の強い風が特徴的である。降水量は北海道平均とほぼ同じであるが、7月から8月に集中豪雨が多く、これまでに河川の氾濫による災害が発生したことがある。降雪量は 山間部に比べると少なく、降雪は、おおむね11月下旬から4月上旬まで続く。極地市政施行当時に、約3万5千人であった矢別市、の人口は大規模な団地開発や、宅地造成を経て増加し、1967年に5万人、1992年に10万人を、突破した。2005年頃を境に、人口は、減少傾向に転じている。 北海道では、縄文時代の後に俗縄文時代、薩文時代が続くが、俗縄文時代は、絵山文化、絵別文化、北大文化の3つの文化に対別することができる。道南の絵山文化は、本州の亀ヶ丘式文化の影響が見られ、道央の絵別文化にも、その影響が及んでいる。絵別文化は、中国の漢の大陸文化も見られ、 カラフト南部や千島列島南部、東北地方の宮城県北部まで分布する。江別式墳墓から伴い出する土器は、江別式土器と呼ばれ、A 形式から D 形式までの変年がある。江別古墳群は末期古墳の系譜を引くものであり、本州とのつながりを示す遺跡になっている。江戸時代には、場所受けをい勢により、石狩川左岸に、えつ石狩場所と、 した追踊り場所があった。1871年に宮城県枠谷寮から21個76人の農民が移住して江別の開拓が始まった。1878年から江別府とにおいて、と田兵の入地が始まり、同年に江別村が誕生した。江別ふとしがと田兵用地に選ばれたのは、 札幌周辺の河川周運の用地であり、後に開設するカバと空地の周時間の治安上において適当な地であったことによる。1882年に関塩幌内鉄道が開通して、江別駅ができると、江別港から江別駅までの通りには、石狩川上流から船で運ばれてきた、農産物や木材、小樽や札幌から鉄道で運ばれてきた。 生活物資が集まった。四の津太市では、トンデン兵受産のために1876年に、養産室が建てられて、琴都や山花から出張して、養産を試みていた。1881年には、四の津太市にもトンデン兵が入地している。1887年には、江別に、第三大隊本部が置かれ、江別とのっぽのに平村となった。 その後、1891年に、予備役に編入されて、滝川に本部を置く、第二代隊所属となり、1895年から、交尾役になった。江別市統計所参照役所市長市民検証、都市宣言江別市民検証私たちは、トンデン兵によって開かれた、江別の市民です。私たちは、この恵まれた郷土の自然と歴史をこよなく愛し、 より良い絵別の発展を願いこの検証を定めます。1968年12月24日、国事都市宣言市議会衆議院、独立行政法人地方独立行政法人、海外国内絵別市の産業別就業者数の構成比は、第1次産業が2.85%、第2次産業が17.95%、 第三次産業が75.03%になっている。農業は大消費地の札幌市に近いことから、稲作、畑作、落農、肉用牛や施設園芸など多彩に展開している。工業団地は3つあり、江別第一工業団地と隣接する、江別第二工業団地には、物流、製造業、江別 RTN パークには、 情報技術の産業が集積している。商業施設ショッピングセンタースーパーマーケット物流50音順に新聞社電気ガス、洛納学園大学札幌学院大学北海道、情報大学北小大学保育所、幼稚園大間駅北口のっぽろ駅北口江別駅、のっぽろ p へ下り三原大橋廃止した、鉄道路線バス高速バス高速道路、 国道道道の同国指定道指定市指定レンガの一大産地であり、エベツのレンガをモチーフにしたメリカ餅がある。小麦は石狩館内有数の産地であり、中でも高品質の春豊かは栽培が難しい品種であったが、初頭巻栽培が普及して安定した終了確保に成功して有名になった。エベツ産小麦を利用したエベツ小麦麺は、 市内飲食店で提供しているほか、家庭用商品の販売も始めている。野菜では、ブロッコリーの作付け面積、収穫量が共に北海道うちいちになっている。また、レタスの作付け面積が北海道うちいちになっている。1971年から、田島牛の系統を導入した黒毛和酒、エゾ田島牛を育てている。石狩川では、八爪うなぎが取れるが、 漁獲量は減少傾向にある。名誉市民特別栄誉賞市民栄誉賞50音順50音順行政産業観光。ありがとうございます。